今現在不法滞在中で強制送還を拒否している外国人が4000人ほどおりまして、その中には201人の未成年者、18歳以下ですね、その子らの中でですね、日本生まれで日本語しか喋れずに日本人の学校に通っているなんていう子ども約140人、これらにですね、特別に在留許可を与えるということをですね、法務大臣が発表しておりました。その子ら140人だけではなく、その親にも特別に滞在を許可する在留特別許可、略して在特ですね、これを与えると昨日発表になっておりました。それで私は心配いたしました。日本で子供を産みさえすれば日本に親も入れるようになる。そんなことになってしまったならば、現在不法滞在中の外国人が一生懸命子作りに励むんじゃないか、あるいはですね、最初から合法で滞在する気のない外国人が妊婦の状態で日本に殺到するんじゃないか、そんなことを心配しておりました。っていうのは前例がありまして、出生地主義を取る米国では、米国内で生まれた外国人の赤ちゃんに米国永住権を与えておりまして、これ欲しさにですね、妊婦が米国に殺到し米国で出産する遠征出産というのが社会問題になりました。この問題があったのが10年ぐらい前であります。こういう前例があるのに、どうして岸田政権は日本生まれの子供ならば不法滞在の、日本に妊婦が殺到するんじゃないかなんてことを心配しておりましたけれども、アメリカではどうやって解決したか分かりませんが、今はそういう問題を聞かないので、米国内で出産しても永住権あげないよっていうことになったのかもしれません。ありがとうございます。それはずっと制度化されるものではなく、現在いる140人の子供だけ、今回だけ140人だけと分かりましたけれども、たとえ一度だけでもそんなことを許したらダメですよね。その子らはいいかもしれませんけれども、不法滞在で日本で生まれた他の子供たちが、そんなのあいつらばっかりずるいじゃないか、そういうふうに言われたら岸田政権は何と答えるでしょうか。一度でも許すのは法治国家としてどうなんでしょうか。私はこの今回だけ140人だけというのを聞きまして、昔テロに屈した福田赳夫政権を思い出しました。脱会機航空機のハイジャックで人質を取られた福田赳夫政権がテロに屈して、テロリストの仲間を釈放しちゃったという事件がありまして、この時ですね、福田赳夫は判断することを放棄しまして、人命は地球より重いなんていうへりくつを言いまして、全面的にテロリストに降伏要求通り仲間を釈放、こんなことをやっておりました。この超放棄措置にですね、北朝鮮が日本はテロに甘い国家である、って思いまして、日本人の誘拐が激化いたしました。全部で1000人弱も北朝鮮に誘拐された、未だに帰ってこない拉致被害者、この問題の始まりが福田赳夫政権の判断の放棄、超放棄措置というものでありました。今回のですね、今回だけ140人だけ、だから心配ないなんていうのは、この福田赳夫政権の超放棄主義、判断放棄、これと同じものだと思います。